はい、淡々です、今日ご紹介するのは、ラベルとか見ないとね、もう、型番が、0017SM でございますよね。はい、こちらのモデルになります。あ、こちらブランド言うの忘れた。マーチンです。マーチンの0000の、0が3つですね、の17のSM ということで、ラグタイムギターという感じですね。マーチンのギターは皆さんたくさん、情報も入っているのであまり説明は不要かと思いますが、小ぶりのこちらのボディですね。こちらのボディに、こちらですね、スローテッドヘッド、こちらです。スローテッドヘッドの、マーチンの、ペグもかっこいい上位機種のペグがついてます。12フレットジョイントで、ポジションマークはすべてインレイ、アバロンパールで、施されております。トップがツヤありになってて、サイドバックがこれいいんですよね、サテンフィニッシュ、ツヤがないタイプですので傷もちょっとこうつきにくかったりといった感じです。で、ネックが、ソフト V シェイプになっておりますので太くなくて弾きやすい、まさに12フレットジョイント、オクターブっていうものですね。こちらがオクターブという場所なんですけど、ギターというのはこちらとこちらの長さとこちらと、よいしょ、ここの長さが統一になっている位置をオクターブと言います。ここですね。で、このギターはとってもその個体が当たりましたね。ちょっと弾いてみます。カーティス大好きなんですよ、私。話がそれちゃいますんで、カーティスの話はこんなところであるんですけどね。ラグタイムギターはね、やっぱり何本、私もギター好きで結構買いますけど、やっぱりいいですね。1本、無造作に置いときたい。ガチャガチャはあまり向かないかな、このギターは。でも向くんですよね。ピックガードもついてるので全く問題ないですし。でね、バッチリなんですけど、やっぱね、ピッキングが、この手のギターはずっと持ってこう弾き倒したくなってしまうようなギターなので、1本やっぱり持ちたいなって。私実はラグタイムギターないんですよ。
なのもあって、こういうギター欲しいなって思いますね。やっぱ12フレットスローテッドヘッドの、古典的なマーチのスタイルなんですけど、やっぱね究極のシンプルなスタイルなんですよね。しかも、サンバーストチェリーサンバーストみたいにちょっとね焦げ茶が明るめのタイプからグラデーションでブワッとこう濃くなってるようなタイプなので、とってもシックで、暖炉の前なんかに置いといたらもうかっこいいですね。そういった感じのギターで、素朴なギターでございますね、はい。12弦の、フレット、通常チューニング時に今ね、マーチンの初回大体 2.8 ぐらいなんですよ。で、これも一切いじってないんで、2.8 ぐらいです。1弦側が、2.12 ぐらいですね、はい。なんですけど、ご希望によってはサドル落とせるんですけど、このギターはゆっくり、ある程度スケールももちろん少し通常 の14フレットジョイントネックのものよりも短いので柔らかいんですよね、こちらが。ですのであんまりベタベタにしちゃうとちょっとね音が負けちゃうかもしれないので、少しテンションがあった方がいいので、このくらいでちょうどいいですね。なので何でもかんでも下げればいいというもんではないので、そのギターそのギターによってうちも調整しておりますので、こちらのギターは 2.8 の6弦のセット1に初回の状態はして置きたいと思います。フレットはもちろんビカビカにこの後しますので、とってもいいサウンドが響き渡ってくれるんじゃないでしょうか。ということで、マーチンの、トリプル17ですね、SL、新しい今年の新モデル、ニューモデルでございます。数も、少ないんですよ、こちらの入荷数、日本の入荷数ですね。ですのでぜひうちのこの個体を買っていただければ、とっても暖かい秋から冬、ベストシーズンになりますね。おすすめできる一本かと思います。かっこいいマーチンのトリプル O17SM、 ぜひ、お問い合わせください。タントンでした。